はい、それでは共通テスト、リスニング対策講座最終項いってみましょうね。第6問になりますね。で、第6問なんですけども、まず最初に読んでいきますが、これね、すぐに音声流れちゃいますので、本番ね、先に読む時間とか与えられないので、なるべく第5問ね、えー、終わらせた後、先にね、説問選択肢見ておくようにしておいてください。第6問 A は、と1、2の2問ですと、2人の対話を聞き、それぞれの問いの答え,の答えとして、最も適切なものを4つの選択肢、1から4のうちから1つず選びなさい。問いの英文は書かれています。1回流しますということです。 ついいてて話していますすででこれが説問選択肢にななるわけなんですね先に読みたいって人はね動画止めてみてください。はいでは音声をお願いします。s t i o n saying No.1 n d Are o u p l a y those t h it's n again on your phone, g s Yeah, a Yuki? your h w wrong w i too h playing i v d e games, Fred? n t it's It, fun. it enhances coordination,、I、get that、oh, then it's too h enhances hand-eye Oh, i I I saying n know fun g you're violent, promotes antisocial b e h a v i o r I've heard that before. And not only that, those games divide everything into good and evil, like humans versus aliens or monsters. The real world is not so black and white. Yeah, we are killing dragons, but we learn how to build up teamwork with other players online. Building up teamwork is different in real life. Maybe, but still, we can learn a lot about how to work together. Well, I'll join you when you have a game that'll help us finish our homework. はい。では、見ていきますね。説問は簡単なんですよ。どちらも、What is Friend's Main Point?What is Yuki's Main Point? とか言ってあるので、メインポイントなんで、全体が分かればいいので、細かいところが分からなくてもメインポイントさえつかめればいいから、だから先に読む時間を与えなくてもいいんじゃないのっていう問題だと思ってください。どっちでも解けるようにしておきましょう。で、ただし、説問選択肢の見方やりましたよね。そこを見ていきます。まず最初のフレットのほうは、ビデオゲームっていう集合全部同じですね。じゃあ、無視しましょう。ここね、ぶったります。その後、Do not improve upper body function っていうですね。はい上 上半身のこの機能っていうのをよくしてくれないよって言ってます。次が Do not represent the actual world.

になるってことですかねはいそういったものになってますねではきちんと概要をつかんでいきましょう細かいところでもなくがっつりと概要をきちんとつかみましょうってやつですではいきます are you playing t h t h i n g s again on your phone Yuki? またそれ電話でやってんのみたいなやつ、yeah, wrong with playing video games, Fred? 何 video games やっちゃいけないの I know it's fun 何も悪くねえよ、楽しいの知ってるし、みたいなね。It enhances hand-eye coordination.I get that. 知ってるよ、分かってるってゲットですね。hand-eye coordination、ね。手と目をこうね、強調させて動かすわけじゃないですか。そんなのって思うかもしれないですけどね。いや、すごい人はめちゃめちゃすごいですよ。私ゲーム配信めちゃめちゃ YouTube でよく見るから。テトリスとかね、ぷよぷよとか <laughs>、ってなりますからね。マリオメーカーとかもそうですけど。で、ちなみにそうですね。ビデオゲームズはめちゃくちゃ出てくるわけじゃないですか。入試の絵作文でも。なんで、えもしね、これビデオゲームズ、賛成側で書き ハンド・アイ、ね・コーディネーションていうのが非常に使いやすいです。Yours a n it's too v i o l e n t すぎ promotes antisocial behavior. 反社会的なってなんか違った意味を持っちゃいますけど、反社会的な行動っていうのを促進するんでしょう。I've heard that before. 聞いたことあるよ。いやー、ズワッつってね、倒しちゃうからね、実生活でもズワッてやっちゃうとかってよく言われますよね。n not only that, そんだけじゃなくて、Those games divide everything into good and evil.Good、ね、and evil に分けちゃうんだって。はい、せんはい A and、T、B, これは別の文ですね。Like、ね、はい、人間 versus alien, 人間 versus monster みたいなね。そんな風にしちゃうよ。The real world is not so black and white. ああ、出てきましたね。そうです、こいつですね。ほら、言い換え表現ね。実世界っていうのはそんなに black and white。白黒はっきりしてるもんじゃないよ。英語で black and white って言いますね。はい、だから、そう、2番ですね。ビデオゲーム,ゲーム do not represent the actual world、ねはい。実際のものを表してないよっていう言い換えが見られました。 Yeah, we're killing dragons. ドラゴン殺してるし。はい、オンラインで他の人たちと一緒にやるチームワークを作り上げることができるんだって言ってます。 はい、これが3番の1回ですね。Develop corporative skills ね。はい、一緒に協力するっていうのが正解になるわけです。あオンラインね、福祉で使ってくださいね。また、KOC とかでね、よく使われますね。で、次、Building up teamwork is different in real life. はい、これもそうですね。これ Different in real life って言ってるから、Fred はやっぱり y o ル r w o r とは違うんでゲームはつっ,ってるわけでしょ。で、次は、Maybe どうかもね。But still, それでもやはり、We can learn a lot about how to work together. です、ね、一緒にどうやって協力するかっていうことについて、多くのことを学べ っっって言ってて言言るからここここ、ね、ここ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 が似たよううな話を言ってますよねそうだからヒントが2箇所あるので分かりやすい。Well, you you ね、ホームワーク終わるのに役立つようなゲームがあったらね一緒にやるよみたいなこと言ってすごい皮肉で喋ってますね。フレットはもうゲーム反対側、雪はゲーム賛成側だったっていうのが分かりますね。どちらで解けました全体像を聞いて後から解けるのか、それともちゃんと先に読んでおいて言い換え表現を見抜いた方がいいっていうのね、えー。自分がどちらに合うのかね。実践問題集とか。 通して本番前に試しておいてください。 はい。それでは次に行ってみましょうね。第6問 B は、問い1、2の2問です。英語を聞き、それぞれの問いの答えとして、最も適切なものの選択肢のうちから1つ選びなさい。1回流します。はい、状況。プロフェッサー・ジョンソンがゲーム、ビデオ・ゲームズについて講演した後、質疑応答の時間が取られています。司会マデレーターが、ですねはい、マデレーター調節する人ですね。が、聴衆からの質問を受け付けています。と、Bill と Karen が発言します。と言ってます。で、最初が4人のうち、ゲームに反対の立場で意見を述べている人を1、1応のうちからべて選びなさい。はい、反対の人は誰か。続いて、Professor Johnson の意見を支持する 図ををつつののの選選択肢かかかららうちから1つ選びなさいいこれやっっぱねね何表表が表してるのかってる、ね、瞬時に理解できるよは始めます。Questions1 and2。Thank you for your presentation, Professor Johnson. You spoke about how one boy improved his focus and attention through video games. Right! Playing video games can make people less distracted. Furthermore, Virtual reality games have been known to have positive effects on mental health. Okay, now it's time to ask our audience for their comments. Anyone? Yes, you, sir. Hi, I'm Bill. All my friends love video games, but I think they make too clear a distinction between allies and enemies. You know, us versus them. I'm afraid gaming can contribute to violent crimes. Do you agree? Actually, research suggests otherwise. Many studies have denied the direct link between gaming and violence. They have? I'm not convinced. Don't make video games responsible for everything. In fact, as I said, doctors are succeeding in treating patients with mental issues using virtual reality games. Anyone else? Yes, please. Hello, can you hear me? Okay, good. I'm Karen from Detroit. So, how about esports? What are esports, Karen? They're video game competitions. My cousin made a bunch of money playing esports in Germany. They're often held in large stadiums with spectators and judges and big awards like a real sport. In fact, the Olympics may include esports as a new event. Esports, Professor? Uh huh. There are even professional leagues similar to Major League Baseball. Well, esports businesses are growing. However, esports players may suffer from health problems. I see. That's something to consider. But right now, let's hear from another person. はい、どうだったでしょうか見ておきましょうね。ジョンソンさんのですね、この指示するものっていうのを見ていくんですが、まず最初が Number of Olympic Events と書いてあるので、オリンピックのイベントの数っていうのが、年とともに増えてってるよって言ってますね。ちょっと2020年は行われなかったですけどね。300以上あったんですね。次は2個目が Top 5 Country Selling Games、ね。はい、ゲームが売られてる国。China。圧倒的ですね。やっぱりまあ人口も多いですし、やってる人もめちゃくちゃ多いですからね。で、US、Japan、Germany ング i t Kingdom となってるわけですね。で、次は Attention Level。ゲームをしてない Non Players の人の方が高いんですね。Players ている人よりも、はい、集中力が高く出るってことなんですねで次はメンタルヘルスパーシンね、はい、ね。精神の病を抱えている、精神の健康状態に何かしら問題を抱えている人が、バーチャルリアリティゲームト a メント n t って、なんかバーチャルリアリティのゲームやったら数が減りましたよっていう風になってるわけですね。で、プロフェッサー・ジャンソンの意見をサポートするものですね。それは一体どれかっていうわけですね。まあこの辺もやっぱり t ィ e p っていう試験に、ね、似てますね。はい、では見ていきましょう。Thank you for your presentation, Professor Johnson.You spoke about how one boy improved his フォーカスやアテンションスをビデオゲームね、ある少年がフォーカスアテンションを高めたわけインプーブですよ。improve ですビデオゲームズ。だからこの3は矛盾してますね。でしかもプロフェッサージョンソンいいとこ言ってますからねゲームのね、もうだから4もおかしいんだろうなっていうのが分かります。Right, playing video games can make people less distracted. 2. 意思がれないようにやると。f a t h e r m o r e さらに、virtual reality games have been known to have positive effects on mental health. メンタルヘルスにもいいって言ってますね。はい、そうですよ。だからこいつ。 読んだろうっていうのがわかりますね。これまあ他にもヒントが出てましたけどね。Okay, o k 聴衆の人にねコメントを求めます。a n 誰か。Yes, って誰かてそうすると b ル l l が言いますね。Hi, I'm Bill。 All my friends love video games. ビデオゲーム好きだけど、But I think they make too clear a distinction between aliens and enemies. You know, us versus them. あ,あ、これね、語順ね、to o clear a destruction. t ト o plus 形容したす監視名詞の語順ね。これつ重要ですね。はっきりとした区別をつけすぎだよ。I'm afraid gaming can contribute to violent crimes. ね、violent crimes に contribute to ね、はい、因果関係を表す表現ですから、ゲームっていうのが violent crimes につながっちゃうんじゃないの ?Do you agree? という形で、ここで、はい。ビルはネガ ティブなこと言ってますね。間、はい、1のべおは正解です。 あとは、Current Moderator ですね。ビルがマイナスのことを言うと、Professor Johnson が、Actually, research suggests otherwise. はい、逆の方向を示している。other は他の wise は方向ですね。だから、マイナスとは逆の方向、プラスの方向を示しました。と言って言います。m i n i studies have denied the direct link between gaming and violence. はい、ゲームと violence のリンクですね。直接的なつながりっていうのを否定していると。Allies、仲間とエネミーっていうのの区別っていうのをはっきりね、つけすぎちゃってるから、もう悪いやつは 打ちのばしはいいってね。そういう風になっちゃうんじゃないのね。だからバイオレントになるんじゃないのね。まあね、自分の正義を振りかざして、誹謗中傷してくる人なんかいっぱいいますからね。で、はい、研究が否定してる。they have? って言ってますね。はい、many studies have denied ってことね。I'm not convinced. ですね。はい、納得してません。don't make video games responsible for everything. ゲームに全ての責任を押し付けんじゃねえ。ですみません。はい、responsible for. 重要ですね。これもね。 In fact, as I said, 言ったように、doctors are succeeding in treating patients with mental issues using virtual reality games。ほら出てきた。あ、succeed in ING ですね。何とかするのに成功する。はい、メンタル・意シを持っている人たちを治療するのに成功した。virtual reality game を通して、つっ,ってるから、やっぱり言は合ってますよね、これね。Anyone else? Yes, please. はい、今度はカレンが出てきます。Hello? Can you hear me? ドンドンってこれ、マイク叩いてまますね。Okay、good. I'm Karen. Sir, how about eSports? はい、eSports は What are e-sports, Karen? They're video game competitions. コンペティションコンペとかゴルフコンペとかっていうやつですね。はい、そういうゲームのね、競技だと。My c o u s i made a bunch of money playing e-sports in Germany.A bunch of, よく使う表現ですね。たくさんってやつです。A bunch of time とかね。Bunch of people とか。めちゃくちゃよく使いましたね。ほぼ毎日のように聞いた表現ですね、アメリカで。でめっちゃ金稼いでるって言ってますね。Make money ですね。まあそうです、すごいお金動きますしね。自分自身も毎日 e-sports を見てますから。面白いんです。They're often held in large stadiums.、ね

オリンピックで覚えてておいいくださいねこれも A 作文でこのザっと S のためだけに何度もバツしなきゃいけないんで e スポーツ、プロフェッサーあは、これもサンフランシスコにいた時の先生が絶対で言う表現でしたね、毎日。There are even professional leagues.Professional leagues あるよ similar to Major League Baseball.MLB みたいに。Well, e スポーツ businesses are g r o w i n g どん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 でかくなっていってる。However, e スポーツ players may suffer from health problems. そうですね、これゲームにね反対する人目が悪くなるとかね、ずっと座ったまんまで腰が悪くなるとか、そういうので書くと書きやすいです。 Something to consider. じゃあそれちょっと考えなきゃいけないね。But right now, let's hear from starts to feed o u 音が鳴らなくなって、Another person って言って、はい、マディレーター、司会者はどっちの立場も取ってないし。で、カレンも e スポーツについて言ってるだけで、ゲームに賛成、反対の立場は述べてないですね。はい、ということで、明らかに反対していたのは Bill だけでした。はい、こういう風にね、賛成の立場とか反対の立場っていうのは、リスニングだけじゃなくてリーディングでも非常に役立ちますから、あることに対して賛成の立場なのそれとも反対の立場なの肯定的なの、否定的なのっていうね、二行的なの。 その立場を考えながら聞いたり読んだりしていくと物事が非常に分かりやすいってことはあるので知っておくといいでしょうさらにリスニングはリーディングと違ってですね話し方によっても肯定的なのか否定的なのかっていうのが分かるときがありますからこういった情報もきちんとキャッチするようにしておいてくださいはい題本6まですべてやってまいりましたどうだったでしょうかさまざまな解き方を解説しましたからぜひ復習して本番に臨んでくださいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろししくお願いします